キアラ・ヘルツルは、オーストリア、ザルツブルク州、シュバルツァハイム・ポンガウ出身のスキージャンプ選手である。世界選手権団体金メダリスト。ヘルツルは2006年にスキージャンプを始め、2010年8月14日のコンチネンタルカップにて13歳で、FIS の大会にデビュー、47位となった。2012年11月24日のリレハンメル大会で、 ワールドカップデビューしたが47位だった。その後もポイントを獲得したのはわずか一度だったが、ダニエライラシコ・シ,ュコシュトルツの故障離脱を受けて、世界選手権、バルディフィエンメ大会代表に抜擢されると個人戦9位、ジャクリーン・ザイフリーツベルガー、グレゴア・シュリー・レンツァー、トーマス・モルゲンシュテルンと組んだ、新種目混合団体では、銀メダルを獲得した。 2014年ソチオリンピックでは25位だった。2014、15年シーズンはワールドカップ第3戦で3位となり初表彰台を獲得総合17位であった。ジュニア世界選手権アルマトイ大会では個人同メダル、世界選手権ハールン大会では個人16位であった。2015、16シーズンはワールドカップにフル参戦し、 三位二回など安定した成績を収め、総合5位で終えた。2016、17シーズンはワールドカップでは最高6位で総合13位であった。世界選手権ラハティ大会では個人10位であった。2017、18シーズンはワールドカップザオ大会で2位になるなどし、総合8位であった。2018年ピョンチャンオリンピックでは11位だった。 2018-19シーズンはワールドカップでは最高5位で総合10位であった。世界選手権ゼーフェルト大会では個人26位、初開催の女子団体で2位のメンバーとなった。2019-20シーズンはワールドカップクリンゲンタール大会で初優勝を飾り、その後4連勝を含む6勝2位2回、3位4回で全16戦中12戦で、 表彰台に乗り、総合2位で終えた。2020-21シーズンはワールドカップで最高5位、総合10位であった。世界選手権オーベルストドルフ大会では、個人8位、女子団体で優勝のメンバーとなった。ありがとうございます。